まあ、昔からずっとこうジュニアの頃から男子になるって頑張ってやってるから、で本人もすごい今回気合入ってて、まあ、今まで本当に見たことないような気合いもありましたし、本当にやってくれるんじゃないかなと信じて、アドバイス結構でも僕も本当に絶対勝ってほしい、相手の対策して相手の研究して、まずこうこれ言っていいですかね、相手は本当まっすぐ来るので無駄につけはない、スタミナは相手の方があるので、そのスタミナに負けないように走っていただいて、あとは本当に来たところ全部合わせて本当に KO を狙えるようにアドバイスします。はい、まあここまで練習練習して頑張って積み上げたものをしっかりとこのタイトルマッチで発揮して、何度もチャンスがないと思うので、ここでしっかりとベルト取ってて、っぺんに僕と日向の2つの看板として一緒に頑張っていきたいと思ってます。頑張れ。本当にまあ本当タイトルマッチっていう位置づけがあって、でそれに対して今彼女自身本当にもう真剣に取り組んで、まあ、今まで以上本当気持ちが出てやってるんで、本当に良かったなっていうのは一つ思います。でもう確実にもうそこでもう今までのスタイルというか持ってるもの以上のものを引き出してちょっと今できてるんで、本当に、まあ、最高の試合ができる、皆さんも感謝します。まあ、平田、今回ねタイトルマッチ、本当にてっぺんのねみんなの気持ちを背負って必ず、ベルトを巻いてねリングに行ってください。まあ、そうなると僕も信じてるんで、ね、必ず勝てよ。またこんにちは、稲井達也です。先週日曜日に、ビッグバンのライト級王座を無事防衛することができました。日向ちゃんにつなげたので、日向ちゃんもこれに続いて勝ってください。対戦相手の美咲選手も強いけど、日向ちゃんならいけると思います。頑張ってください。また頑張ってねー。